なるほど、来ましたね。ビデオの撮影の関係、後半からですけれども、こうですね、楽しみになるですね、勝率、76%ですか、投資数33個と結構多く、ピップスが15ピップスでね、平均ピップスがちょっと少なめなんですけどね。他見ると27とか。だから勝ちにくいんですけれどもね。勝率もあんまりいいわけじゃないんだけど、投資数が多いということですね。こちらですね。アラートですね。これ出たわけですね。11時14分、14時26分ですね。出てきたわけです。こうね、CADJPI。CADJPI ですね。ライブ投資の1000円ずつの試験投資ですね。これで今日は3個勝ち越しですね。これで勝てばね。これだけ差があれば負けないでしょう。私はですね、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近くを投資しておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売王先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。で、あれからね、2年経ってんですけど、分析のね、をもうちょっとしっかりしようということでね、インジケーターをいろいろ調整してですね、その当時ですね、スペシャリストでやってる時の2年前ですね、非常に大変だったんですよ。超能力も半分使わないといけない。まあ、良いインジケーターを使ってたんですけど、半分の能力しなかったんですね。それで、大変で2年間を休むわけじゃなくて、投資をはできませんでしたけども、分析プログラムですね、稼げるバイナリーオプションのツールを作り考え、現在まで至ってるわけですね。で、この成果ですね、この成果でそのインジケーターですね、で投資させてもらっているわけです。で、そこのインジケーターはこうですね、ちょうど17通貨で分析してまして、勝率76.6%、88%、83%、77%ってあるわけですね。で、見てるのは75%以上で分析してるんです。で、白文字になってるのは見つかったんで、他は見つかってないんですね、これね、赤文字とか表示されてないのはね。ということです。今こうなんで、この丸がね、決算っていうことですね。まだ出てませんけどね。このシグナルより下であれば、赤だったら下だって、この丸い決算、目印が出れば勝ちになるわけですね。厳しいとこかな。まあ、これなんか余裕があるんで安心しますね。で、インジケーターの説明はね、この黄色はね、
カデヨセボリンジャーバンドですね、オリジナルですね、リンク下のリンク先からね入手できますから、ね、ぜひ買ってください。で30万しますけどね、あとこのシグナルは RSI5 周期と12、29周期の38、ね、これ上と下 100% 引きます。下は38、下は12ですね。で100引きますから、ね、100-12になるわけですね。アップの方の RSI の方の、ね、ハンガーですね、領域を、はい、あと、もうすぐ1分切ろうとしておりますね。ちょっとこちら。これだけ離れてると非常にね素晴らしいですね。試験なんで1個ずつで通してます。大体ね小悪資金の試験投資ですね。勝ちましたね。どうもありがとうございました。